こんにちは昨日の動画の続きなんですが今日もリクエストを占っていこうと思います。今日のリクエストは愛子さまが皇太子になるかどうかそして皇太子になるとしたらいつになるかというのを見ていきます。 えー、タロットカードは「愛子さまは皇太子にならない」と言ってきましたえっ、ー、とこの間あの天皇になるかどうか占ったら「天皇になる」って出たんですけど皇皇太子ににななならいないで天皇になるっていうのはできるんで,すか、ね、んで愛子さまのお気持ちはやっぱり天皇にはなりたくないそうです。 自分自身の幸せを見つけたいと言ってるように感じますでただそれが国民の願いとは違うので苦しんでいるようです皇太子にはならないけど天皇になるっていうのは何でどういうことですかね天皇にになる前に 皇太子といいう名前じゃななもの何かになるんですかね皇太子以外のものってなんだろう、えー、そしたら、えー、皇太子以外の天皇になる前段階の何かにはなりますかって聞いてみます。 この質問に対する答えも「えー、ノーと出ましたやっぱりいきななり天皇になるんですかね下の3枚のカードは、えー、タワーの聖置が出てるんですけど突然のトラブルに見舞われるって何だろう天皇になることは突然決まるんですかねどういうことだろう 愛子様にとって何か嫌なことが突然襲いかかるようですで、星の逆位置が出てるんですけどもう希望の星も見出せなくてお先真っ暗な状態と出ていますでもそんな中でも自分を理してコントロールしようと頑張るみたいです 皇太子になるかそれともあの皇太子じゃなくても天皇の前段階の何かになるんだったらそれがいつになるのかも占おうと思ったんですけどどちらもノーと出たのでリクエストくくださった方皇太子になるのはいつになななるるのののははいいつかとう占えなくてすみません,んこの突然トラブルに見舞われるっていうのは気になりますね何だろう。 トラブルってどんなトラブルが来るんですかね？何回占っても愛子さまは天皇になりたくないというカードが出てしまいます。陛下も愛子さまには天皇になって欲しくないって思ってるみたいなので。皇族の人たちの間では？ もう伝統にのっとって次の高騰はあそこの一家になるっていう風に思ってるんですかねちょっと今日は消化不良なんですがここまでにしますじゃあまたねー